チオ君も言葉もええがんな。はい、それではカズサヤさんは言葉もあんまできないから多分。はい、じゃあ始めていくためですね。カズサワスコ楽しみだな、うん、誰が食べたのユキチは落ちんな落ちる、あースプーンかユキチ巻きだから木村さん、逆さによるあんま釣れねえかんなこっち側どうだろう結局でも今も逆さで上がってきちゃった、釣れるね多分、ボトムだと思うよ俺はあの感じだとこんなもんかな。さすがに今日はちゃんと取るよ。カドサーの末端が入らないか。もうちょい引いとく？こんなもん。もうちょい左か。カドサーは。うわ、こんな目線。あれやんまこ。今日何したっけ今日何日 ?18 日、2023年7月18日火曜日キングフィッシャー平日カップです。決勝戦始まります。手前からティモンカドサニュードロワー塩の、雨男太田山子そしてもうなんか諭吉が毎回いるからもう本当困るね本当ね。お諭吉がこれで一番奥が、昨日3区のスプーン戦キャンセルして、キャンセルですか出れなくてキャンセルをして今日はしょうがないからこっちにその鬱憤を晴らしに来た木村さんです。はい、諭吉はまあバンナかな。グランデじゃないっぽいんだよね。バンナ1音っぽい。これでカウントダウンカウントダウン落としてるね。中層ぐらいまで落としたユキチ。で太田は何どこ巻いてんのあれ。レオンある。そう直下。レオン？壁の杖ですね。山子さんさっき連れてたんだよスプーン。なんかフックのチャンプをやっつけた。お。スプーンだよ。多分バン中入った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 。お、加藤さんも来た。最初はスプーンですね。入んないから声張ってはい、OK。 あのネットいいな。あのネット本当良かった。で今日負けた理由は辛くさ、ね、当たりが絶対あのネットのせいか分かんないけど当たりが出なかった。ひどかった。だんだんネットのせいにしてました。もうネットはね良かったよ。ネットはいいけど当たりが出なかった。ランディングはね過去一気持ちいい。なんか曲げちょっと曲げてるぐらいでも大丈夫だったな。あのまっすぐので比較してないからまだな。おお。何スプーン？スプーン巻いてる。意外と、あ、塩のはトントンしてんだ。塩のは何トントン釣れ、釣んのが釣れるのが分かってんの。ちょっと言いました。なるほど、なるほど。じゃああれだね、ういあの多少釣れなくても粘れるかどうか、なんかそんな気がする。いや最初にギーって来た後グッて寄せた時に一瞬釣れかなっていう。あ、違うかな。あ、違うね。口だね。真剣になった急に。うん、確かに。うん？あれは口だよね。うん、あ、背中。お、ユキチ釣ってない？お、ユキチ。またユキチかも。行っちゃうのか。なんだかんだ。2本？ 2、1？あれ門さん2だっけ。1か。門さんが2。2か。スプーンで2本。ユキチが3。2じゃない。3いったかな。さあボトムが最後までやり通して
表彰台乗れるぐらい釣れるのかどうか。何ツーウィン、ツーウィンとタップダンサーどっちか、メタルかプラチックかって感じか。最初は負けで釣れても必ず止まると思うんですよね、うん、今日の感じは分かんない。またあの釣れ残った放流魚がこの間みたいに、もっと時間遅かったけどね、あれ絶対放流魚だと思う。金で釣ってんだ俺だって。ましてみんなスプーンで釣れてたしね。そしたらこう先週と一緒だったら薄さがまた釣れちゃうんじゃない。薄さもない、はたるけどなんか途中で抜ける。あ浅くて確かにスプーンですら浅かったしな。お、太田がボトム徹底しちゃった方がいいんじゃないかな。太田はスプーン、クランク釣れる感じ。はい、オッケー。太田もティモンのネットです。意外と今日キングはティモンネット率が低かった。角沢入れて4本しかなかった。いやもっと 10人ぐらいいて記念撮影撮りたかしたかったんだけど4人だからやめた。先週の日曜日は半分ぐらいの方がいた。ティモンネットだった初使い。いやマジね、マジ良かった。あのこう押し出すような時は全然気持ちいいし、あと枠が広いから全然拾えると思う。今まで枠外にポロッと落ちてたのが枠中にポロッて入るような気がするな。太田もデッドスローに何バンナー14グランデかな。でもなんかグランデじゃなくない、バンナな気がしない。なんか大きめ、シルエット大きめ、そうでゆっくりパタパタ、たまにイレギュラーみたいな。さっき純潔で木村さんに負けた人がスプーン効いてこなかったけど、結構なんか軽めなやつでパタ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 でスローに追ってくるやつをうまく取ってたけど、結局1本足らずで負けちゃってたから、2バラシがあったからそれなければ勝ってたけど、まあしゃあない。なんか黄色黒明滅系のゆっくりなやつで結構手前の魚取れてたから、あんなもありなんだなっていう。あれ塩のボトムやめちゃったよ。やっぱね早めに反応ないとね、聞いただけの情報だとやってらんないんで続かないんだよね。すぐに反応があればあ本当だみたいな感じでやり続けられるんだけどね。結構しつこくやったんですよ。なんか塩の久々に見たなって気がしたけど、昨日テレビで見たんだよね。焼津で見たんで、焼津で久しぶりだけど久しぶりじゃなかった。ちょっと止まったかな。止まったね。ちょっと休憩明けのサービスバイトがで取れたか取れないかで、太田がボトム、太田知ってんだっけ。太田ボトムで何負けたの。さっきまあ、ラスト1分差で1匹差、うん、あ1分差でボトムでやられたの。1匹差で面でサドンに持ち込まれ、ボトムで決められた終わり。2ウィンとタップ、まあ、自分はタップダンサー、グランプリ。あれ根がかりしてるよ。そうさっきも根がかりしてて、あんなとこあったっけ。もっと奥じゃなかったっけ。電柱の左前ぐらい。なんだろう、なんだろうね。首かしげちゃう。さっきも引っ掛けた。外れた。なんか、お、外れた？さあ。おい、いいね。巻きだよね。フランクか？ああ！今のが入ればな。今のが入ればあのネットの威力が。カドさんもっともっと体出して片足入れて、いやもうちょい後ろ持ててば。おお、やっぱボトム、ボトム、うん、手前目のボトムだったね、うん、なんでメタルかな。ツーインか。そうだね、やってましてや釣りであの辺だね。休
すれば今日は勝ちなんじゃないのかな。ちょっと有利だね。塩野が隣だから見てて、あボトムだなって気づけば、今なんかプラスチックっぽいのついてる。タップかな。ボトムだやっぱ。ボトムやんじゃない？塩野。スプーンじゃなかった感じがする。落としてるよね。出だしはスプーンの。落としてるよね。トントンやんじゃない？始まるよね。あれ始まんない？トントンだね。やっぱ太田の今の一本で、あボトムだなって。さすがダブルマイスター。残り1分です。残り1分です。で3塩の0、太田が2 1 2 太田2、角沢さんも2、山本も2。え角沢さんじゃない？いやバラシだから。あ今バラシだ。そうだ入んなかった。2です、ね。202120かな。木村さん釣ってねえんじゃねえかな。02120。ぐるぐるちゃん数えといて、はい、俺ら忘れっから絶対。おい今コピー中だね。塩野がコピーしてるよね今ね。あれ大事あれ。もうね。ガンにして。ガンにして。お、角沢も。角沢ともうトントンしてんの。知らない。おい。ボータンとこからどんどん伝染していくな、これ。ヤマコもそうだよね。トントン伝染していくから。ユキチは多分やらないだろうな。村さんも何でもできるか。あ、そっか。一回止めよう。でボトムってなってくると、うん、やっぱ腕の差が、まあ、色だったりね、誘いの、うん、いつもやってるかやってないか。ボトムの釣り。ああ、俺いればな、俺優勝してな、ボトムでクソ。ダメ、負けたんだ、ふざけんな。いや、調子悪いね、最近ね。いつもの人って言えないよ。だいぶ上振れしてたのにね、ずっと。あれあれか、翔さんも負けちゃったんだ。うん、負けた。翔さん、ちびさんペアが。でも2人も1回戦勝ってたね。さすがだね。なんか知ってる顔ぶれになりすぎだな、これ。全員今日だって知ってるわけじゃないけど、そんな中でも全員知ってる顔ぶれになっちゃった。ある意味解説はしやすい。太田が2本ぐらいボトムで釣ると山子がやり始めると思うな。ツーインを多分。諭吉は多分ずっと見えない。ボトムをやってる人が見えづらいローテだな。まあ、ユキチはやらねえな。ボトム。クランクもやらないし。さあ、太田が何頭巻くか、あそこで。2頭ぐらい。なんか独特だね、あの手のこの、こんな使い方ね。右、おい。アドサーだな、これ。ギリギリのネットインしろよ、ギリギリの。このネットインだから入ったぜ的な。あう、あう。お山子が単独？え山子。え2本目ぐらいだよね。一本。3本目。えもう2本釣ってる？山子これで2本目だ。2本目だよね。あれポロったよね。いやポロった。チンだよね。入った今。入ってないよね。入ってない。でもなんかあんま惜しいアピールしなかったね今ね。いけるな途中で避けたやつ、いや今日はあの手前ポロリしちゃダメだね本当に。やっぱ数がスコア戦1匹でも順位が変わるパターン。大事大事最後まで。さあ諭吉は落としてるよ落としてるよ。だいぶ下まで落としてるよ。諭吉にしては落としてるよ。なんだあれ。え何や何今ホールで食ったの。着底。お、太田釣ってる。ほら、おお。単独で。3本 ?4 本 ?3 本か。これで3本。はい。
ボトム知ってるかな。今ボトム巻いてる、巻いてるよね。落としてるよ。落としてるよ。叩くか。落としてるよ。下だね。これは一番下までだね。あのしゃがんだ時点で。ボトムタンプンじゃねえ。巻きだね。下テロテロだね。さあ塩野が困ったって感じだな。ボトムも釣れるし巻きも釣れるし、なんか決め手がないというか。ね。どっちなんだっていう。なんとか当たりがなくて手応えがないからどうしようって感じだろうな。皆さんもまだスプーン、ゆきちもスプーン、山、おっと3本目だよね。さあバラすなよ。はい、門沢って何投げんの。GGそれはちょっとそう、それを言ったら確かにそうなんだけど、お菓子入れといてください。いやいや大丈夫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 、今スプーンで釣ってるからあれは絶対 GJ じゃないGJ を肌巻きして、あんまり何使ってるかよく知らねえんだよな。門沢が釣りしてるのなんか久々に見たな。先週いないよね。新鮮いないよ、うん、いないです。 GJ をただ巻き、うん、お、太田が当たった今。木村さん、お、木村さん来たよ。はい、あ、危ない。うん、最近すぐ見た。スプーンの巻き展開が成立してるから。結局みんな巻いてんの。うん、巻いてるけど、でもそこまで決めててはない。もいなくなっちゃう。残り5分です。今日はなんか乱打戦ならないね。先週がおかしかったね。あれおかしい。松井さんの入れ方が多分いいんでしょうね。入れてる量はやっぱ先週の方が平日、ね、今日はなんて言ったって平日大会で人数も26、うん、であんな80人大会並みには商売上がったりになっちゃうね。塩野も困りましたね。結構迷ってると思いますから、ね、中でボトムにするか巻きにするか。純潔は9本は釣ったとは言って、でもさっき一応放流か。でまだ放流団 いるもんね、きっとね。イン側の釣り座で7本とか、ね、ゆきちがキング3連続表彰台なれるのかどうか。今3位ぐらい、うん、3位タイぐらいか。あ、全然わかんないね。お、GJ やってね、門沢、うん、でも今日1本釣ったからね。1本ぐらい出んじゃない。門沢なら出せんじゃない。うまくすりゃサイトできるし、うん、ちっちゃいわあれ。おっと、木村さん、おっしゃ。塩野くんはゼロ。ゼロ。
余計な情報を与えすぎたから。いやでもボトム最初だけちょっとだけだから、うん、釣ってね、釣ってねえか、下までやったの1匹、あ1匹釣ったら優勝、うん、いや5ぐらいじゃねえ、今トップ3ぐらいでしょ、そうですね、あと2本ぐらいしか出ないでしょこれで3位サドンが2人ぐらい、うん、2人か3人か、か2、3、4サドンとかじゃない、下手したら最終路ってポンポンポンと、うん、お、木村さん来たよ、あー抜けた抜けたおっと、ゆきちがやっぱ巻きか、結局は お、太田が釣ってるよ、はい、オッケー、ゆきちが 3?で太田が 4? 4お1位に門沢が3番手か、門沢2だっけ、3バラして 3?2? どっちかだよね、ゆきちがもう三角定なんだね、山子が 1?2? あ、じゃあ山子もちょっとまだ分からない、3位は分かんないね、てか全然優勝も分かんない、3連発ぐらいしちゃえば、連発はねえか、2連発で順位が2個上がるね、陰ってきてるんで、うん、で風が出てきたやん、上目で、上目か、こういう時は風でどん天、私はデカミツパターンもないね、なかなか、ないです ね、 ね、 食い切れましたね、例年あんのにないね、今年の夏はスプーン寄りなのかなとね、なんかクランクが薄さもなんかハマる時もあれば、うん、なんか常にいい感じじゃない、うん、ちょっと何風南、残り1分です、残り1分です、いやわからないな、ゆきち、山子、門沢、うん、その辺でしょう、うん、表彰台争い現状だと木村さんと塩の以外だよね、ちょっと今掴んでないです、うん、塩のボトムやってんね、巻いてるようでデジってるよね、シャインライドか、あの手の小技で釣っちゃうんだよ、あの男は、早めに1本出てくれるとちょっとやる気が湧くんだけどね、なかなかきついか今日は、10秒前で結局ゆきちの巻きが だってさ、ゆきちなんかいつもあのスタイルだよ、こうやってあんま下にあるわけでもなく正面に構えるか、ちょっとあんま大体こうだよね、こうかこのぐらい、あんま下でこう巻いてるの見ない気がするんだよね、一回止める、いや空調服はいいわ、全然汗かかない、いやまあまあ汗かくけど何もないより圧倒的にいいんだよ、太田いい場所なんじゃないこれ、なんか優勝できそうな感じがする、そう釣りじゃん、最初の手1分後にスタートします、1分後にスタートします、4231200手前から違う、4231200だよね、だよね、まあ太田が優勝してもらわないと俺を足したんだから、423130、優勝してまあしょうがないかなって今日はさあどんで負けたから、30秒前、結局スプーンかな、みんな手前はスプーンだな、もう塩のとかちょっと見えねえ、あ、なんかでもスプーンっぽく、あ、スプーンかな、スプーンか、あ、
小沢さんバラしてなければ多分トップ争い。お、なんか木村さんはオレンジの何あれ坂にょろか三日日にょろだよね、あれちょっとでかかったよね。加藤さんはもうスプーンかしゃがんで塩のはでじってるね。トップじゃない、あのあれボトムじゃないよね、ちょんちょんってやるじゃん、あいつのじあれだよね、あのデカミッツの時あんな、でもある、いやない、ボトムあれボトムにしては竿をちょんちょん動かしすぎじゃない、あんな、あでもデカミッツ長いな、ボトムっぽいな、おおおやるね、4本目ああ、まあ、抜けた、回収だったの今、抜けたんだよね、でもなんかあんま残念残念感出さなかったよね、はい、塩野が次何に変える、決め手がないなね、本当得意なものを信じてやるしかないのかな、マクかボトムやるか、ね、メンツ的には面白いんだけどちょっと試合展開的には面白みがないなお、何後ろ、後ろに引っかかったの、え、何何どうしたの、ちょっとサドンデスいっぱいでしたね、マイクロになったね、ハンとかハンと霊球投げるって言ってたよね、ぽくない、なんか巻き速度的にも04かな、あの角度、うん、角度的にはそうなんだけど、あの壁の釣り美味しそうな、カドサーさんまた釣るけど引けられる、ここで太田一匹すると多分優勝確定なんじゃない、いやだろうね、もう残りあと7分ぐらいだろうし、3位がサドンってことはカドサーが2番手ん、ユキチは、ユキチも3だっけ、ユキチさん違う 3? あ、じゃあ2、3位サドンか、山子が2、じゃあ2、3位サドンだね、現状ちょっと塩伸ばしたんだな、2人が釣ると1位、2位サドンになる、お、木村さん来た、お、2? 2か、でも2位じゃ表彰台ないんだよね、お、お、これ優勝への近道、いや、これはもうほぼほぼ、おい優勝書、うん、5でしょこれ、日本差これで、え、1本差、1本差、あ、日本差、あ、2本差か、5、3、3だ、いける、加藤さん釣った 4、5、4、3、5、4、3、お、なんか配布あれ砂糖なくなっちゃったね、スプーン、結局スプーンだね、山子どうした、何にも何にも起きなくなっちゃった、さあ何かちょっと、まあサドンは別になくていいかな、さもう一本釣れ、もう一本、もう一本釣ったら、もう一本釣ったら実験しかないからね、もう割り切ってやるしかないよね、ダメだ、カドサーが映んないよ、もっと前出て、もっと前、木村さんが、木村さんが邪魔で、てかカドサーがもっと前出て、全然映ってない、さあ山子さん
何にも起きないよ。塩のも困っちゃったね。珍しいね。やっぱり A4 でも出せない日はダメか。下目なのかな。多いね。結局太田もずっと下だもんね。角沢も今落としてるし、落としてるよね。まだ曲がないもんね。結局下に中滑勢が残ってるっちゅうことか。おっと、木村さんがボトムやってんの。寝かかってる。え、ボトムだったの。ボタンさっき同じところ引っ掛けた。そうだね、あそこだね。同じ場所で。同じ場所だ、うん、あそこなんかあるね。気をつけた方がいい。ちょうど真ん中よりあっちか、電柱手前ゾーンの真ん中より奥。超過的にフックの結晶みたいだ。一緒こんな感じ。4本5本の戦い。え、でもニョロが効くんじゃない。フックがそうでもない。本当キングもニョロ効かないんだよな、ここんとこな。なぜだろう。ダメだ、もう塩野が首かしげてるよ。今日は飽きまへんな、マイスター。山子さん、なんか何あれ、 DJ 違うか、もうやめちゃった。プラスチック最初だけつって、あとはもう、お、塩野釣ったんじゃない。一本来た。何で釣ってんだろう。もうロッド上げてなかったよね。はい、オッケー。なんだろう、プラスチックかな。ぽいね。残存っぽい魚を見る限り。あ、でもあんま距離出てない。あれ、デカ3つ。デカ3つだよね。太田釣った。釣ってない。あー、でもデカ3つっぽくねえな。ずっと巻き続けてる。巻き続けるデカ3つかな。背中出してあるよ、あの辺。お、山子さん、ボトム始まった。お、山子ボトム1本出ると。あ、でもあれか、4位か。3位には2本必要なんだ。さあ、通院が出るのか。お、木村さんが3本目。サドンちょっと発生するかも。3位争い。で、543だっけ。3か33か。じゃあ3が2人、クロファーが4で、これで諭吉に並んだのか。おっと、何あれ、トウモ釣ったら並ぶから。ちっちゃいプランク、なんだろう、あれピコイーグルかな。おっと、山子並ぶ。面白い、これ。お、塩の持ってたよ。おっと、これまだわかんない。塩のあれ2位でしょ。2位でしょ。塩のまた1匹釣ったら山子さん。3 3が3人。3 手前から5 3 3 3 4 2。お、全然なんか横並びになってきた。おっと、木村さんが、木村さん一人抜ける。これで2位サドン。あれ、スマッシュかピコイーグルかに見えんだけど、違うかな。なんだ。いや、なんかちっちゃい、ちっちゃいプラスチック。あ、入った。これで4。4。面白い。4が2人。4 2人か。おっと、4 4だったら4。おい、お、結局ボトム。ボトム結局ボトムそういうこと。いや、長川さんまた釣っちゃうんじゃねえ。5 4 3 4 4 2。今子がこれで釣ったら1位。タイ4本の人が1匹釣ったらサードマス優勝決定。あるな、急に動いたね。山子と海さんの全然。おい、山子が並んだ。これ取ったら、いない、いないっぽくね。いるの。いるか。いるおー、やっぱボトムか。はい、はい、長谷さん、口にかけて、口に。10秒前10秒前か。優勝、2位があれか、うん、ち
と3人ごった返しちゃってる。太田が6ね、6。よし、行くか、はい、行こう。はい、このまま行くか。じゃあ埋めちゃおうか。結局通院。最後は通院。通院。滝も見れて最初だけだよ。モザイク。でも大谷優勝が分かった。俺負けたから。本当それ。山子さんサドンすよ多分。サドン。疲れた。結局ボトムやん。最後はボトムです。だって周りみんなボトムで釣り出しちゃったんだ。急に試合が動いた。てかね。あいつが急に3本つったんだよ。間に合った。もうあまりにもロースコアだから2本3本つると一気に順位が変わる。よしよし、よかった。4でしょ。急に3本つってサドンだよ。最後は求めだった。最後に滑った尻尾。スプーン何？グランデ。バンナか。全部72です。72、12。12？はい。どれよ。ノアなんか投げんだね。ノアなんかとか言っちゃって。たまに投げる。投げんの。てっきりバンナ14投げてんのかと思いましたよ。頑張って遠投してたんですけど、下目下目。同じシルエット。青銀裏、こんなん売ってねえよ、こんなのよ。オリーブ、オリーブだね。オリーブにちょっとだけなんかやってる。下目だよね。下目です。下目もなんかボトムのちょい上だよね。ちょい上の軌道変化の後の4巻ぐらいで多分。まあでもまあどんだけ粘れっかだね。数が数だからね。我慢に我慢を重ねて。そうだよね。いろいろやってって釣れないって感じだよね。2回戦ブレなかった。ブレないでやってもらいたかった。サドンが始まっちゃうんだ。え、何こんな離れんの。え、3人4人、うん、3人サドン。小川君3人3人3人サドン3人サドン。3、4。ああ、4やるよ。4やるよ。そんな大盤振る舞いじゃないよね。いや、この男じゃないの、この流れだと。だって最後だって3連発だ。急に2体まで上がってきたんだ。木村さん通院。なんか中川さんが表彰台に乗るのなんて。ああ、そこにあったね。キングだね、それもね。中川さん、別に4位じゃなくていいからね。4位じゃなくていいよ。3分の2で表彰台だからね。大道ドリンクを。ねえ、なんかもう角沢で余裕で決まりかなと思ってたら、2人がさ、ラスト5分切ってから。加藤沢さんのバラシが目立った見てて。あれ木村さん、さっきのよりそれちっちゃくなってないですか。木村さん、さっきのよりちっちゃくないのそれ。なくなっちゃったの。ちびさかにょろす。さあ、ちょっと取りづらいけど、まあいいか、後ろでね。4、3、2、1、スタート。
さあでもなんか中川さんのボトムが速そうな気がしてならねえな。さっきので打ち止めなのかどうか。そう、角沢もボトムで、一番奥木村さんはサッカーニョロのグロー系、チビサカニョロか。あれ違うか、角沢ボトムじゃなかった、失礼、巻いてます、スプーンです。角沢ってスプーン何投げる人なんだろうね普段、そこがわからない。ロッドはみんな T コネクション、当たり前ですね。さあ最初に釣ったら準優勝、2番目にすると3位で、最後の人は1日券ももら何ももらえない4位となります。あれ山子さんのボトム止まったね、さっきめっちゃ連打したんだけど。おい、やっぱこのパターンか。おい、ビーさあ 3位はどっちか。ここはちょっと角沢釣らないと、ずっと上位にいたんだよ。やべえ、これで木村さん来ちゃうと 2-3 でしこっこになっちゃうのこれ。やべえ、これなんか常磐王的な、常磐方面的な四国校の 2-3 になっちゃう、これそれをぜひここは加藤さんに阻止してもらいたい。ちょっと加藤さんは応援カメラ、飛ぶねー、もう壁ドン近く。うかなこれ、触んねーなー、ダメだこれ。2人ともスプーンっぽいですね。よいよし、もう一目と花澤さん早く釣って2匹しか釣ってない俺が言うのもなんだけど、危うくデコだったなあれな。デコは嫌だなと思ってクランクを投げたんですよ。あれクランク最後、クランク、あれなにトップじゃねえの、トップじゃない、トップじゃないの、トップを織り交ぜてた、なんか巻きが、うん、なんかボトムもやったでしょ、うん、上野さんが釣れる細かい細かいデジ最後の方、最初トントンだけど
最後細かいデジしてるのがあった。なんかここら辺だったらボトムが釣れるよって言ったらやったんだけど、なんか俺がやった時は全然触んなかった。で最終ローテやばかった。中川さんが3本釣ったのか。なんかみんなが耕したのがやっと育って最終ローテ収穫された。なんだろう、急にだよね本当に。お、門沢も決めに来たよ。決まっちゃうんじゃない一等で。俺今日全然ボトムで決める気になんないんだけど。ねえ、いやだからさ最初やったじゃんすぐ、うん、あそこですぐ反応ありゃさ、うん、多分やれたよね、うん、全く反応ないからあやめちゃったなみたいな、うん、俺は解説してた。 そりゃ今日やってなくて聞いただけじゃやってらんねえよなと思って、うん、結局だからマイクロで合わせようと思ったけど、うん、ダメだったね。寸前で見切るから。レイオンあれ結局は垂直は、うん、垂直だったよ。そうそうそう、針変えてもダメだったから。ダメ。いややっぱクランクかなって。クランク投げたらクランクだった。いやでもクランク続く。いやまだ取れると思う。取れる、うん。なんか2分半で2本取れてんだよ。あ、そういうことか、うん、結局太田はスプーンなんだよね。全部スプーン多分、ね、で中川さんはボトムか1本スプーンで、あとオールスプーンか、うん、で門沢も多分全部スプーンで、うん、今は何使うの門沢って。ツーインなの、分かんないんだよな。門沢と釣りをあんま見ないから。でもね、多分門沢さんツイ持ってるよね。ツイ持ってるよね。今やってるよ、ほら。あ、いいことだよ。肝ってあんだっけ、ボトム。あんだっけ。あ、黒ボールがあるじゃないですか。赤、黒ボールがあった。寝てんの。え、俺のせいか、俺。早く決めて、早く。動画的に編集つらいんで、これ、長いの。いや、大田釣ってたぜ、ね、のは 1,2 だって。で下テロテロでシルバーブルー裏オリーブみたいな、それで 2本か3本なんじゃない。それが一番釣れたっぽいから。やっぱさ最近そうなんだよ、うん、でも先週俺だからシャイラー 1,2 楽しかったもん。だから先週ほど釣れないけど、結局あのパターンがスプーンは残ってた。あれね、違うんだよ。俺もう分かってんの、理由は。なんで、何感じじゃどうにもならないの。グランデはね、俺もこの間も投げたけど、いまいちなの。いや分かってんの。俺とこの間この間電話して、うん、でやっぱ2人とも同じ結論を持ってて、うん、だよねっていう話になった。なんかね、なんかシャイラに行っちゃったんだよね。そうそう、あのね、今の魚ね、そういうのマジで多くなってて、うん、おっきゃ。ボトム？ボトム。キング？キング？ああ、魚？新しいただければ。はい、この新しいネットで、新しいネットで。えい、おめでとう。イエイ。ツーイン。ツーイン。あ、なんか釣ってるよ。抜けた。はい、お疲れ様です。